の木ギリギリな感じで狙う感じですかね。うん、そうだね。あれがダメなんだよな。これダメ？あ、抜けた。オッケー、大丈夫。はい。先っちょで構えて、まっすぐ振り上げましょう。まっすぐ。普通に構えてください、カードドローにかからないように足前にちょっと出して、足前に出してそう構えました。で、はい、ティーちょうだい。で、ここにマークを置きます。マークね、わかりやすいね、これね。で、はい、ここから構えたところから、まあ、カート道路に足がかからない構えたところからワンクラブ動かします。で、ここにもマークを置きます。で、こことここの間にの後ろだね。で、ちなみにこのここのこの方向っていうのはホールに近づかないです。ホールっていうのは金のこと、ね、カップのこと、うん、だからグリーンではないってこと。で、そこの間に、はい、持ってここから後ろにドロップしてください。ちなみにこれを測るクラブっていうのは何でもいい。ドライバー長いならドライバーがいいんだよね。一番長いクラブがいい、うん、まあ、今ちょっと時間ないからウッドにしたけど、なんでここに落としましょう。ドロップする位置っていうのはここからワンクラブ以内です。はい、置くんじゃない、膝からドロップ落とす。そう、落とす。そう、 OK、うん、はい、まあ、知っておくといいルールもありますよね。はい、ちょっと近く立って OK で、頭左、ずっと左ね。どうだ、おー、いいね、ナイスロブショット。オーケー、ナイス、行こう、はい、もうちょっと胸上げて、オーケー、ピッチング、あ、いいんじゃない。上半身、はい、上半身だけで振りましょう、はい、最悪どっちにも行っていいようにピン向きましょう。はい、そうですね、いいとこ向いてます。上半身だけでしっかり振っていきましょう。 OK、 最高にいいではないか。どうした、覚醒したか。え、なんだなんだなんだその顔は。次次だ、そうだ、えらい。そう、良くてもね、悪くてもね、次って言わないと。今すごい当たり良かったですね、軽く。本当当たった感触がほぼないぐらい、うん、なんで、ああいうところは上半身だけで振っていきましょう。そうするとしっかり効率が良くなります。いい感じに触れた気がしました、はい、今のは。あ、いけ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 、いかない、いかない。OK、 いいよ。おお、先行っちゃう。いいね。止まれ。ホワイトはね、4ホールぐらいになってくるとね、もう当たらなくなってくるね。だから疲れたんだろうね。そう、前半も後半も、はい、自分でね、ハーハーしてないからさ、疲れてるって気づかないじゃん。練習もそうなんだけど、やっぱパフォーマンスって絶対落ちるんだよね。なので頑張って同じ振りを。うん、 OK、 おー、ナイス。お、3回できるね。パターを持って3回、まあ、実際ワンパットですね、取り入れたら。あれ、ほら、早い早い、めちゃくちゃ早い。はいはい、踏まない踏まない、ライン踏まないよ、ごめんねって。ごめんなさい、はい、ゆっくり振るよ。そう、オッケー、ナイス、落ち着く。
あ、まあどうせ僕のバーディーパットはこんなもんですよでしょ、近い方でしょ確かに、だって私、まあね、ベスト出た時だってこれぐらい入れてたからね。この間のガリューさんですか、アウさんとの対決ね。そう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 、めちゃめちゃ遠いパットめちゃめちゃ入れてましたもんね。そうだよ、だからそれぐらいしか寄らないんだよ。こういうことか。結局こういうのを入れていかなきゃいけないんですね。そうそう、そういうこと。フック、まあ、ちょっと待って、ちょっと待って、マジ、ちょっと待って、フックよ。あのさ、違う違う、フックなんだけど、うん、フックなんだけど、向き見たじゃん、カップ見たじゃん、はい、どこ見た、カップでしょ、カップ、カップじゃなくて、打ち出したい方向を見て。あー、手前か。そう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 、通る道とかを見て。今ちょうど虫がいるんだよ、そこら辺です。はい、じゃあその虫見て。左に打つ。もうこっからじゃあカップは見ない。そう、見ない。嘘、見ちゃう。じゃあ道筋辿ってって。オッケー。だからどうだ。オッケーです。はい。おお、ナイス。惜しいね。っていう感じですよ。それでイメージを出すわけ。道筋を辿って。今の打ち出しどうでした？若干引っ掛けてた。引っ掛けてる。うん。うんうん、なんでパターもイメージってすごい大事だから、はい、一気にバッてその見ないで方向を、方向じゃないカップを、はい、だから目的化するものを一気にパッて見るじゃなくて、一気にその方向を通ってったらいいなっていう道を通ってって、あ、これで入るみたいな、で最後に通す方向を見る。なるほど、といいかな。はい、これも打ち込みたいんで、はい、左足体重でいきます。はい、右足に置いてくださいね、ボールを。はい、はい、はい、打ち込みました。はい、はい、ぶちゃーん。はい、どうもバーン。はい、前から行きましょう。ドロップエリアからアプローチ対決です。 5-8? どうすんの？エッジに落とします。うん、ピン狙わないの？ピン狙います。すごい左向いてるけど。 OK、ホワイトちゃん、ちょっと近く立ちましょう。 OK、 腰から腰まで、いいんじゃない？いいんじゃない？めっちゃいいんじゃない？いいじゃない手前の土手にダーンって当ててください。強めの球で。そうだ、ナイス、めっちゃいいわね。お、ナイスタッチ、最高。惜しいな。あ、入れて、しっかり、オッケー。簡単にね、スコア加算じゃうからね。で入るんだからさ、ね、ああいうところはさ、5-8よりかはさ9番やんって長いから持ちましょうよ、ね、そうですね、9番じゃなくてもいいからさ。9番の一番怖いのが、自分の中で怖かったのが、うん、狙ったところ通り越してワンバウンドして、うん、だからさ超オーバーする。前さ言わなかったっけ、そのさ低い球、はい、低く地面につけてって、すぐ地面につけてって言わなかったっけ。はい、あ、その低い球 の、 その打ち出せって言ってたじゃないですか、練習場で、うん、うん、言ってた。それちょっと練習場でも練習はしてるんですけど、うん、まだその9番とかの
低い球、うん、狙ったとこに打てなくて、うん、オーバーするのがすごい怖くて、うん、ちょっとだってオーバーするのってさ浮いちゃうからでしょ。そうです。で後発であそこで58持ってやったとしてもおめちゃくちゃオーバーするトップするかダフダフ着ってその辺かしかないから。なるほど。はだって砲台だったじゃんあそこ、はい、砲台でピンとエッジがまあまあ近いところ私だったら開いて上げてる56度で。でまあ手前でもいいかなとかまあ大きく振ってまあちょっと奥でもいいかなって思うようにする。なるほど。タップでしょ。タップじゃなくて打ち出したい方向を見て。あ手前か。そう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 通る道とかを見て。